ゴールパイナイスさー。あ、どうもこんにちは、大西ライオンです。お願いします。というわけで今日はですね、ブリック&ウッドゴルフクラブさんに来ております。知ってる人は知ってると思うんですけども、激烈難しいゴルフ場でございます。そんなゴルフ場にですね、この方と対決させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。菅原大地先生です。お願いします。よろしくお願いします。プロですよね。なんちゃってなんちゃって、でもティーチングプロです。ティーチングですよね、はい、だからプロ、まあ、先生です。はい、そうなんですよ。教える方はですよね、プロということで。あ、そうやる方は三流でございます、はい、いやそんなことないです。もう聞く人聞く人、いいスイング飛んでるって言う、もう聞いてますけども、それ多いです。そんな気のせいです。はい、でもですね、念願のコラボでございますんで、はい、こちらこそです。どうか一つよろしくお願いします。お会いしたかったので。あ、本当ですか。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。まあでも対決なんですけども、一応まあマッチがええかなと思ってます。あ、もうお任せします。本当ですか。はい、ストロークだと俺多分ボロボロになる気がするんで、一応ストロークも、つけときますけども。じゃあ第一ゴルフ TV ではストロークで、はい、ストローク分かりました。まあまあでも一生懸命頑張りますんで、はい、どうか一つよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。10番パー5、492ヤードです。では私からいきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。うん、行きすぎ。行きすぎ。あ、なんかラフっぽい音がしますね。ドスって言いましたね。ああ、OK、まあまあまあ、飛ぶ。ちょっと思ったより左えぐりましたけど、ね、はい、結構攻めましたね。攻めラインいきました、ね、まあ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 、結果オーライですよね。はい、ね、結局ここはまあまあ3-4でいいんじゃないかという。そうですね、右狙って3-4がいいです。で、たまたま僕みたいに狙いじゃない左行ったら2-4狙いみたいな。そうですね、はい、はい、狙ってなかったですね。センターで、まあ、狙いましたけど、ちょっと15ヤードくらい左行きました、ね。はい、お願いします。おい、なんてなお呼びすればいいですか。大地先生でいいですか。あ、いや、その先生なんてもうそれ大地さん、大地くんでも大地さんでも大地でもいや、いきなり初対面で大地くんはなかなか。いやいや、大地くんで、いやいやいや、相性で呼ばれてるんで。あ、本当ですか。でも大地くんは言いにくいんで、大地先生にします、ね、いやいやいや、やっぱりティーチングの先生ですから。いやいや、でもあれですよね、ライオンさんも一応ね、USGTF ですね。そうそうそう、 USGTF 持ってるんですけど、はい、誰にも教えてないんで、はい、そんなレッスン、一応資格持ってるよっていうだけのことです。いや、でもその、はい、持てるだけでもすごいですよね。まあ確かに頑張りましたね。しかもそこまでこう行くなんていうか、はい、モチベーションっていうのもすごいですし、いやでもね、最近ちょっとまたモチベーション上げなあかんなと思ってるんですよ。はい、だから何かに挑戦せなあなという思いが。競技とかどうなんですか。そうなんですよ、全然やってないんで、そんなやらだなという思いはね。競技でライオンさんの名を轟かせていただいて、はい、いや、ほんまですね、はい、頑張ります。やっぱり進化を問われますよね。ですよね、競技ゴルフは、はい、はい、いや、やってらっしゃるから、競技ちゃんと難しいですよ、本当にね。あ、あった。はい、では打ちたいと思います。8番アイアンで、バンカーの手前ぐらいに置いとけ。行かないね。ナイス。はい、よしよし、行くぞ。ちょっと危、狙えそうっすよね。でもめちゃくちゃいいアングルです。 いいとこ、はあ、素晴らしい。いや、ここ打ちたいんですけど。そうなんですよ、見てください、ティーグラウンド見えないでしょ。
だからやっぱ狙いにくいんですよね。あんまり狙っては打たないですね。打たないですよね。もうちょっとセンターを狙ってですよね。この辺でしたよね、はい、そうですやっぱちゃんとマネージメントも素晴らしい。ではうん、ナイスボール。ちょっと飛んでないですかね。あ、まあでもね、セーフかなって感じで。はい、ナイスです。いやいきなりむずいですもんね、ブリッカーの。いや、そうなんですよ。こう距離が、はい、まあここはパー5的には短いんで、490って実際は、うんうんうん、確かに確かに。まあでも結構その OB が、はい、ですよね、狭いし、まあ、タイトなんで、はい。今度はなんか逆に長くなれば長さで難しいみたいなものもあれば、うん、いやほんまにそうなんですよ。短いと狭くて難しくて、はい、広いと長くて難しい。もし皆さん難しいゴルフ場挑戦したい場合はブリック&ウッドさんにお越しいただければと思います。えぐいです。いやでも挑戦意欲を ね、そうっすよね、駆り立てられるというか、はい、はい、じゃあ私サードショットいきます。約36ヤード9番です。まあ手前でライブあんま良くないし、いい感じ。はい、ありがとうございます。よっしゃ、いやライも難かったのにラッキーいきなりバーディーチャンスです。やばいぞ、もうほんまね、格言があるんですよ。おはようバーディークソバーディー格言なんでね。でもマッチやから絶対にね取っといた方が楽。こっちもねバーディー取られるから。よし、上手イエーイ、ゴールパイナイサー、一ホール目からです。ありがとうございます。さすがっすね。よかったー、こわやるとは聞いておりましたが、はい、アリンコが横断中です今ナイス、ありがとうございます。ドロレベル高いっすね。いやレベル高いっすね。バーディーでドローは本当ですよ。レベル高いっす。絶対バーディー取ったらね大体取れるはずやのに。いやナイスバーディー、面白い。ありがとうございます。いや菅原さん、大地プロも大地先生もやっぱりお上手です。では行きたいと思います。11番398ヤードパー4です。はい、左からフェード。さあ、気がしなさそうな球ですね。ありがとうございます。ちょっと言い方、ありがとうございます。言い方気になるけど。いや、すごい僕の中ではやっぱ理想だと思います。この言葉。はい。ありがとうございます。あれがやっぱ打ちたくても打てないってやつじゃないですか。うんうん、本当はこうセーフティーな球打ちたいですけど、なかなかコントロールして打てないですよ。うん、ナイス。あ、ちょっと吹けましたね。うん、でも全然。うん、ナイスです。ます、今のはカットしておいてください。それいや、全部流します。でもこの10番はブリックの中でも、はい、
あのティーショットさえってなれば、ね、取りやすいホールなので、ね、はいはいはい、11番あ今1個前今10番、はい、パー5だね、まあ、ライオンさんのやっぱりこう、はい、右に傾斜に行って、うん、はい、ちゃんとこう8番やんで、はい、100ヤードちょっと刻むみたいなのはさすがですよね。あれってやっぱりちょっとでも残りの距離少なくしようとして、はいはいはい、もうちょっと欲張った番って持っちゃうんだ絶対。でも気があったんで、はあ、それがあの意欲をなくさせてくれました。意外とできないですよね、はい、まあ、諦めるっていうのが、はいはいはい、かなかなかできない方が多くて、はい、でももうその60台出すっていうラウンドを今やってるんですけど、あ、それその時に間違いないですよね。もう先生になんで届く距離で打っちゃうんですかと、うん、バンカーでじゃあ刻まないとっていうのはもう教えてもらったんで、いや、おっしゃる通りです。その通りなんですよね。ほんまそういうこと、そうなんですよ。ほんまに頑張ります。はい、137ヤード、9番アイアンで来ます。あ、引っ掛けた。ゴー、くー、引っ掛けちゃいました。138ピッチングです。ナイス。ほぼない。そうなんですよ、僕削らないんですよ。地球に優しいスイングを心がけてちょっとカート持ってます。おい、ナイスタッチです。はい、なんか行きますね。ね。よし。うん。オッケー。オッケー。よしよし。うん、ナイスパ。ありがとうございます。ドロードロー、しびれるしびれる、まあ、こっからですからね、ですね、まだまだブリックはまだまだ、そうなんですよ、ここですか、まだまだ、はあ、本当にやらかすから。65ヤードパー4です。12番ギャオ、頑張ろう。これはもうここパーだったらナイスですね。ねえ、ナイスですね。まあ、ボギーで普通って感じですよね。はい、おー、ナイスだ。センター。球。自分で言うのもないけど、球。助かる。曲がんなそうっすよね。助かった。ドキドキした。あれを打ちたいな、僕も、うん、これやばいっすね。
でも音しなかったです。うん、一応ちょっと暫定球いきます、はい、よいしょ。ちょいつかまり芯に当たったな、うん、芯に当たったんで余計な当たりでしょ。なるほど、はあ、いや全然思った球と真逆の球が出る、はい、だからちょっと右目から。はい、188ヤード、5番ユーティリティ捕まりそうやから。あ、ちょっと右目逃げすぎた。ここまでしっかり飛びすぎた。先生どうでした？なかったです。いや1球目は、はい、155、8番ですね、はい、あっさ、ここくらいですね、右の、はい、クロカンさんにやってるあの最大効率スイング、はい、はい、見ました。スカイエーさんの。そうなんですよ、最高スイングですね、はい、最高スイングか。ありがとうございます、はい、早よ打ってくれそうそうそう打たない。そうなんですよ、打たせない。早く打ってくれ。まあ皆さんね、やっぱゴルフアイナイさんご覧になってる人らはやっぱゴルフ好きの方多いんで、はい、多分見られてると思うんですけど、ほぼほぼみんなが同じツッコミしてるんちゃうかなと。多分1話目は確か1球も、はい、30分のレッスン番組で1球も打ってない。そうなんですよ、はい、グリップの握り方からね、はい、でどういう風にクラブを使っていきましょうみたいなやつですもんね、はい、早う打ってってなったもん、ほんまに、まあ、本当に真剣に、はい、うんうん、スイングを直すためには、なるほど、まず考え方から改めましょうっていう、はい、打ちながら養うっていうよりもまずはこう、うん、心得として、そっかそっか、グリップから始まるんですよってことを知らないと、結局スイングってグリップと構え直んなかったら絶対直んない。確かにそうですね、はあ、お前は大事ですね。そうなんです、皆さんグリップ本当に。でも各々好きなグリップでいいんですか？まあ個人差は当然あると思うんですよね、うん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 、腕の形とか手の形とか、はい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 、だからそのクラブがどういう風にしなるといいとか、うん、動くといいとかっていうのを理解すると、まあ、その自分に合ったっていうのは見えてくるんですけどね。そういうことか、はい、なるほどね、先生っぽいはい、ありがとうございます。はい、58ヤード14ヤード58度でいきます。おー、そっちに。いやー、ナイスです。ありがとうございます。あら、ここも高いんだ。うん、うん、オッケー、ダボです。はい、よし、入れといたら勝ち。よし、あ、うわー、やりすぎた。はい、ボギー、いっす、ワンアップよし、
ということで、10、11、12、パス、3番、3ホール終わりました。ありがとうございます。そしてなんと奇跡的に大西ライオンのワンアップです。イーブンですね、スコアとしては。あ、そうですね、はい、スコアイーブンでしたね。ナイスプレー、3ホールイーブンで、はい、僕はちょっと OB でダボっちゃった、ね、いやいやでも、はい、ほんまにいや飛びますよね、やっぱ。いや、気のせいだと思います。本当ですか、はい、いや、気のせいちゃいますよ。ええー、たまですよ、やっぱり。やっぱクラブがね、助けてくれてるんで。そうか、そうか、はい。それも最大効率出してるってことですね。そうなんですよ。最大効率で、もう OB 行っちゃったんで。ちょっと、ここからは、なるほど。OB 行かないですね。ですね。はい、まあ、ワンナップなんで、まだまだ全然わかりませんから。はい。はい、じゃあ、中盤戦、見ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。